こんにちは、辻岡です。さあ続きやっていきましょう。ステージ275、虫タイプの糸丸いきましょう。3匹限定ステージなんでね、ゲンガーと、鳳凰、そしてフォクシー、送り火をね中心としたパーティーでいきたいと思います。これもねそんなに難しくないみたいなんで、ノーアイテムでいってみたいと思います。まずは上をきれいにしていきたいですね。送り火、送り火、送り火、さあコンボしてほしい。送り火からの大連鎖お願いします、お願いします、お願いします。行ってください。ちょっときついかな。ふむ、さあここで一発また打ち上げたいところですが、5つの力でいこう。5つの力頼む、行ってくれ、行け、よし、これいったんじゃないかな。コンボが続いてくれたらノーアイテムでもいけそうですね。もうやめてあげてやりました。さあポケモンゲットタイム、7手残ったよ。8からの36、やりました。糸丸もゲット、そしてランクもエスト、攻撃力30の家分け数、ほいほい。次はコラッタ、はい、これも、はい、これはねルカリオで、そしてね打撃の4つの力を入れました。エルレイドの岩を消すですね。ちょっとね格闘タイプそんなにいいのがいないですけど、でもミッチーさんノーアイテムでいけたみたいなんで、ノーアイテムでいってみたいと思います。まずは上から攻めていこうか。ほいほい、えいえい、そっから大コンボ狙いたいんだけど、4つの力、大コンボやるのはきついかな。えい、4つの力、えいえい、コンボが続かない。これはちょっと手数使った方が安定するかな。クリアは余裕ですけど、手数プラス5使った方が安泰でしょう。コンボすれば、ノーアイテムでねいけると思います。ちょっとコンボしにくい形でしたね。じゃあ手数プラス5使っていっちゃいます。はい、クリアできました。これ手数いらなかったかもこのパターンだと、もう手数入れた時に限ってねコンボしてくれました。44%、残念。余裕でストレちゃいましたね。ノーアイテムでいけばよかったな、こういう結果を見るとね。はい、次アリアドス、虫タイプですね。糸丸の進化系です。場所はもうパーティーでいきたいと思います。フォクシーのね、送り火を使いながらいきます。手数プラス5でいきたいと思います。電撃、えいえい、よし、テイテイ、ふんふん、テイ、うむ、こういこうか。もう
こういっとこう。多くを揃える。うん。まあ、フォクシー。さあ、こっからコンボ勝負。ここからコンボ勝負ですね。頼む、行ってくれ。よし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 。一発花火は打ち上げたね。うん、こうかな。頼む、もっとコンボ。えい、なかなか解消できないな。やっぱりこうしなきゃダメか。いやー、手数プラス5でもうクリアしちゃいたいんだけどな。えい、頼む、行ってくれ。よし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 、よし、今のでかい。さあ、こっからミスりたくないな。こういこうか。うん、いや、もういけるはず。いけ、よし、これいったでしょ。残り手数13。いったよね。 S ランク取れたよね。さあ、ポケモンゲットタイム 22%。 これでもノーアイテムで倒せるポケモンなんで、そんなに気にしないです。おお、ゲットできちゃった。ありがとうです、ゲット。ランクも S とバッチリ。これを一番最初にやりたかったね。攻撃力50で5つの力です。さあ、次ポリゴン、手数3。おお、ほほう、これもまた多分パズルステージでしょうね。ちょっと行ってみたいと思います。ノーアイテムで行ってみましょう。ふむ、これは相当なパズルステージですね。なんかここら辺やるとうまくいきそうな感じもするんだけど、これはでもね、今やってしまうと一気にね消えすぎて動かせなくなるような気がするんで、上から消していこうか。これで、上から何が降ってくるかちょっと見てみよう。あー、やっぱり鉄ブロックが落ちてくるんだね。そして HP は思いのほか高い。大丈夫かな。バリアはおそらくポリゴンを消したら消えるんで、ピジョットの方行こうか。お、これで綺麗に消えるけども、これは HP はどうなの。あ、倒せましたね。綺麗に3手で倒せました。上から片付けると良かったね、やっぱりね。 20%。 残念。でもね、ノーアイテムでいけると思います。ランクもエスト。はい、次スカンプ。スカンプはそんなにね難しくないみたいなので、手数プラス5でミュウツーパーティーでいきたいと思います。ガブちゃんだけね、地面タイプかな。黒い雲ですね。行きましょう。あ、しまった。しまった。見てる最中に見てる最中にこういうことがあるからな。えいえい、えいや、けいけい。うわ、嫌ですね。ちょっと地味に嫌だな。テイテイテイ。ドラゴンの爪、ドラゴンの爪発動しないな。テイ、よし、進化しましたね。
ていていてい、よしよし、黒い霧が晴れてきたぞ。こうなってしまえばこっちのものですよ。フクロウめフクロウじゃないのか、スカンクだから。スカンプープー。はい、残り手数10、いけるかな。21%、さあ来い。ピシッ、残念。でもランクはエース取れました。やりました。さあ次は、さあ次はフラージェスですね。じゃあ次回はフラージェスからやっていこうと思います。よかったらね、また次も見てください。それじゃあ土の子でした。